FDK トワイセル株式会社は、かつて存在した FDK グループの電池メーカー、群馬県高崎市に本社を置いていた。民生用、ニッケル水素電池の研究開発及び製造と、これらを応用したシステム電池モジュールの開発及び製造を行っていた。2014年12月1日に FDK が、吸収合併し、解散した。国内唯一となる民生用、 ニッケル水素電池の生産拠点。パナソニックによる産業電機の子会社化に際して、両社が二次電池において高いシェアを占めることから、独占禁止法上の手続きが長期化したことにより、関係当局からの承認を得るための手続きとして、産業電機から FDK へのニッケル水素電池部門の一部売却が行われた。産業電機の家庭用、ニッケル水素蓄電池、エネループの 製造元であったが、売却後も引き続き FDK トワイセルが製造を行い、産業電機のブランドとして販売されている。社名のトワイセルは製造している、ニッケル水素電池の故障。ありがとうございます。